使っていくのがこちらです。おい、はい、どう、皆さんこんにちは、染め明けです。今日はね、ここいつもね釣りしてるポイントよりももうちょいね海側のところに来ましたね。ここはね海側に近いということだけあってね、さらに海の水が混じっています。なのでプランクトンがね波でバーって流れてくるのでね、栄養満点でそのプランクトンを食べに来た魚が来るというね、もう最高のポイントとなっております。でまあけどね、狙ってくの魚じゃないんですよ。今回はここでね、暑くなってきた時期にねめちゃくちゃ増える超うまいエビをね取っていきたいと思います。エビを取るとしてもね、いろんな取り方がありまして、今回はねセリアでとある罠が売ってたんで、その罠を使って捕獲していきます。ということで今回ね使っていくのがこちらです。魚取り仕掛け網。これね釣り具屋で買うとバカ高いんですけど、今回はねなんと110円です。すごくない？とりあえずね開けてみますか。これね100均のくせにねめちゃくちゃでかいんですよ。ボーでかいでしょこれ。下手したらね、どっかの釣り具屋に売ってるやつより全然でかいよ。けどねこれだとねやっぱ軽くて沈んでくれないので、こういうね石を適当に入れておいた方がいいです。やっぱねエビっていうのは物に隠れる習性があるので、ちょっとでもこういうのがあった方がね、自然のものと勘違いしてねエビがすぐ隠れてくれると思うので、まあそういう意味も込めて石を入れましょう。決して重りを忘れたわけではありません。決してね、決して重りを忘れたわけではない。絶対に重りもう風で飛んじゃうぐらい軽いんで、やっぱねこの重りを入れた方がいいですね。こんな感じでね、優秀なセリアの罠なんですが、一つ欠点がありまして、ここまあちっちゃい紐はついてるんですけど、これだけだとね水深の深い川に入れたらもう普通に流れますので、流れない対策のためにねこちらタコ糸をね用意しました。このタコ糸があればね深いところにいるエビがね狙えます。エビっていうのはねベントスっていう種類で、ベントス、そこの方にいることが多いんですよ。まあイサザミとか皆さんが知ってるオキアミとか、その辺は水中泳いでるんですが、大体のエビはねそこにいます。皆さん釣りっていうのは結構遠くに投げた方が釣れるってイメージあって、そうにはそうなんですけど、今回狙っていくエビはね意外とこの足元の下とかの方が、なんか壁があった方がそっちがエビ落ち着くみたいなんで、壁のところにね投げたいと思います。精鋭聴取。あーやっぱ沈んでますね。みんな見て、魚だ魚、ほらあれボラの稚魚ですね。ボラの稚魚っていうのはね、こういうねもう汚いねカフェラテみたいな色してますよね。こういうね超汚い環境でも生きていけるんですよ。まあその代わりすごい臭いんですけどね。はい皆さん、まず一つ目できましたね。このねあのなんかガードレールのところに縛り付けました。二つ目、あもういや三つ目、おいいけ、四個目、終わりました。皆さんあのね、普通にしてても絶対にいたずらされて、花丸くんめっちゃ取られるよね。絶対取られる、人多いもん。だからねあのちょっとね某テレビのあのやつを書かせてもらってるんで、これでねさすがにいたずらされないと思います。じゃあこれをつけていきます。皆さんこういう感じでねつけました。はい、某テレビです。皆さんということで 1,2 あそこに 3,4 で仕掛けたんで、また会う日までさよなら。はい皆さんこんにちは。あのね仕掛けてからね一晩経ったので今あげてます。エビいない？エビいますね。やったー。まあけどちょっとサイズちっちゃい。皆さん取れたのこちらですね。これはちっちゃいです。これはね今回の狙ってるターゲットじゃないですね。スジエビっていうエビですね。結構ねどこにでもいるエビです。二つ目、あいや、あめっちゃエビいる、めっちゃエビいる、やったやったやった。はい三つ目、大量、はい四個目、これが一番いない。いや勝手に罠あげられてた。そうでしょ。でかっ。これあと2匹。いってやばい。これはどう使う？え？やばいでしょこれ。でっかこれ。かっこよくねこれ。これ誰が LINE のアイコンにしていいよ。やばいこれ。見て。起爆力あるから、ね。見てめちゃくちゃ剛毛じゃんこれ。見える？すごい、おう結構来るね。でかい。このさ超でかい手長エビあるあるね、手ね絶対にこうやって曲げんだよ。こうやって絶対曲げんだよ。ほら曲げるでしょ。絶対こうやって曲げんだよ。来たねこれは。相当やってんね。動画撮ってるよ。はい見てください。あれね手長エビが入ったねバケツです。タナマルくんの失態です。皆さん見てください。これに持たせたの、俺に持たせたの。言い訳ですね。いや、よくないよ。
じゃあね、まず今回ね、作っていく調理なんだけど、ガーリックシュリンプというものを作ります。これを使ってね、今回はガーリックシュリンプ作っていきます。じゃあ作っていくんだけどね、身を剥かないといけないので、今回は身を剥くんですけど、その時に腕とかが邪魔になっちゃうのでね、ザリガニと捌くのは同じ要領で、クリンと回します。くるっ。くるって回したら、頭は取っといてください。これはね、素揚げにして食べたらバカうまいです。でね、これ剥いてきます。結構ね、柔らかいですね。ポロンって取れた。前回さばいたエビがね、ザリガニだったので、すごいね、柔らかさを実感します。ほら、すごいうまそうだね。超うまそうだよ。プリプリ。このちっちゃいエビさん。これはね、素揚げ用とガーリックシュリンプ用で2つで分けたいと思います。でね、皆さん、あからさまに変なのあると思ったんですけど、これはカブトムシの幼虫です。っていうのは冗談で、これはね、普通のバナメイエビですね。スーパーでよく売ってるエビです。これと、こちらの手長エビ、食べ比べしてみたいと思います。市販のやつと手長エビ、同じっていうか、ちょっと手長エビの方が太ってて美味しそうだよね。背中に切れ込みを入れまして、これで開くと、こういう感じでね、背わたが出てきますね。今回のね、手長エビは、染め分けがね、踏んだしという作業を行ってて、生きた状態の手長エビを水につけとくことなんですけど、そしたらね、勝手にうんこするので、背わたはね、結構綺麗ですね。背わたも全部取ることが完了したので、エビの水気を拭き取っていきたいと思います。ギューってしまーす。うおー、うん。オッケーですね。やばい、ちょっと。プロじゃないこれ。そして次にね、ジップロックの中に、ガーリックシュリンプの作る材料の中に入ってた、下処理粉というものをね、入れます。多分これ、片栗粉かな？そしたらこちらに、エビたちを入れます。入れた状態で振る！さあ、こいつらをね、揚げていくので、衣を作っていきたいと思います。衣完成したんで、このエビつけてきます。でかすぎでしょこれ。と、新たな問題発生したこれ。じゃあ早速ね、こちら入れていきますか。手長エビと小エビとつなぎしてます。じゃあ次は鍋の中がデート場所だ。おい、ニャンチュージバニャン、チビエビちゃん上がったでしょう。よいしょ。じゃあね、次メインのね、ガーリックシュリンプ作っていきます。じゃあまずね、お鍋を置きますね。こちらにね、ちょっと高いんだけどね、このごま油をね、入れたらね、すごい美味しくなるんですよね。ちょーっとこれぐらいかな。火をつけまして、エビさんたちを入れます。しっかりね、両面を焼いてくださいね。なんかここまで来たらやっとさ、テナガエビがエビっぽくなってきたよね。皆さん、エビにね、よく火が入ってきたので、最後ここにね、ガーリックシュリンプソース打ちまけます。オッケー。最後適当に炒めて終わりですね。皆様完成しました。テナガエビの素揚げと、テナガエビのガーリックシュリンプですね。では、命に感謝。いただきます。まずね、テナガエビの腕を食べてみましょうか。これ絶対うまいよ。いただきますね。めっちゃ頑丈だ。うまいな。テナガエビ裏切らねえ。これもうまいんだけどね。テナガエビ中くらいのサイズの方がうまいかも、手。そうだね。やっぱ中くらいの方がうまいね。程よいね、硬さ。これなんてさ、たまに売ってる細長い鉛筆じゃん、これ。飲み込めました。じゃあ次、こちらのね、ガーリックシュリンプ食べてみましょうか。これが多分、バナメイエビ。スーパーで売ってるやつね。いただきます。そのままなんだけど、ガーリックなエビだね。これは手長エビ。いただきます。うめえ。やばい、めちゃくちゃうまいわ、これ。このさ、スジエビ？この丸ごとも食べてみるか、これ。丸ごといきます。いただきます。やべえ、これ、痛え。めっちゃ刺さるわ。エビの頭に、エイのトゲみたいのがあるの。こういう感じの。これはね、エイのトゲなんですけど、こういうのがあってね、それがね、バカ刺さるわ。いやー、うまいけど痛えな、これちょっと。ごちそうさまでした。今回ね、素揚げも確かに美味しかったんだけど、やっぱね、硬さがあってね、ちょっと苦労したから、素揚げはちょっと残念だったんだけど、ガーリックシュリンプ、これめっちゃうまいよ。これね、もうみんなぜひ試してほしいね。結構ね、テナガエビってどこにでもいるエビなんで、釣りに行ってみて。マジでうまいからね。もうね、飛ぶよ。マジで飛ぶよ。最近さ、セミが鳴き出してんじゃん。セミってね、あれ、エビなのよ。エビなのね、味が。だからね、ガーリックシュリンプならぬ、ガーリックソフトシェル作ってみたいと思います。今回の動画、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。じゃあね、皆さんまた会いましょう。バイバイ。